を？うっ、やっぱり。お兄ちゃん。あのね、キョスケ、地面が割れるはずないよ。見て、ほら、いつもの通りでしょ。この場合、京介の目の錯覚だと思うよ。お医者さん行こうよ。そうだよ。舐めれば治るかな。大げさなんかじゃないよ。入れないんじゃないかな。とにかくもうあんな怖い思いするの嫌だからね。遅かったね。
総合病院だからね、仕方ないよ。商売繁盛ってやつ？千尋ちゃん、それ不謹慎。本当に大丈夫だって？そう、よかった。心配しちゃったよ。お姉ちゃんに持って行ってあげようと思って。私も。お姉ちゃん植物が好きなんだよね。気にしたことなんかなかったんでしょ。こういう当たり前の花ばっかりじゃなくて、なんか珍しいのが取れたらいいんだけど。そんなこと気にする必要ないんじゃないかな。そうかな。そうだよ。気持ちの問題だからね、こういうのって。もううちにはその気持ちを邪魔っぽく感じるやつがいるけどね。え？誰？兄貴。ったく。虫が湧くとか言って階段から突き落としてやろうかと思ったよ、本当。それは危ないよ。首の骨折れちゃうかも。いいよ、あんなやつ。私、もうちょっと鼻つむわ。なんだか随分と仲が悪いみたいだね。人とは仲良くできたらいいと思うんだけどね。じゃあ私たちもお花でも摘む？私はアリの巣穴を埋めてた。二人ともしょうがないな。おはよう。またマージを飲んだのね。
確かなかった気がするけど、見かけたことがあっただけじゃないかな。どうして？今でも嫌っているみたいだけどね。というか、全然話題にもしないから。頻繁に口にするのは双葉のこと、それとたまに両親。けれど兄について何か言ったりするところ見たことないから。一体和葉の家で何があったのか、それはわからないけど。昨日あんなことがあったばかりだし、うん、寝坊じゃないかな。おはよう。おはようございます。うん、ちょっと。やっぱりちょっとでも早くしようとするときついもんだね。それはそうだけど、ところで今朝は千尋ちゃんは？そうだね、早く元気になってくれればいいけど。無理でしょうね。警察も本腰を入れるとは思えないし。弾が残ってないし、サンデーを証拠として差し出すわけにはいかないし。貫通したんだったら丹念に探せば見つかるんじゃないかな。それじゃあお母さんに言ってみるね。チカ子ちゃんに詳しいこと教えてもらって。けどね、お母さんが言っていたけど、動物虐待って結構深刻らしいよ。じゃないの？
深刻って？その対象は最後には人間になっちゃうことが多いからって。単なる窃盗とはまた違うんでしょうね。あ、カズハちゃんだ。おはよう。ヒロッチのこと私も聞いたよ。時間になっても来なかったから私の方から迎えに行ったんだけど。今日は休み？うん、眠いからって。あ、だから私は今日は一人で来ることにしたんだけどね。サンデー、大変なことになっちゃったね。それはヒロッチもそう言ってた。手術は無事に終わったの？みたいだよ。よかった。ヒロッチも嬉しそうだった。寝不足でひどい顔してたけどね。うん、すぐには帰れないって。って私も言ったんだけど、病院狭いし、それは遠慮してくれって言われたって。私気になってたんだけど、お金っていくらかかったのかな。それは聞かなかったな。カンパでもしてあげた方が良くない？そうですね。確か保険もないはずだし。そうしましょう。よう。今日神崎さん来ていないぜ。これまでお前より後に来たことはなかったはずだけど。うん、それもそっか。けどなんか神崎さんって馴染む感じがするから。で、休み？なんで？いや、国見なら知ってるかと思って。